シャンクス双子説。現在物語も佳境に差し掛かり、クライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで注目したいのはシャンクス双子説。頂上戦争あたりからシャンクスがあちこちに出没していることから、にわかに囁かれてきた都市伝説、シャンクス双子説ですが、最新第1095話でシャンクスの父と生まれるフィガーランド・ガーリング星がウエストブルーのゴッドバレにいたことが発覚。まもなくシャンクスの出生に大きく関わるゴッドバレ事件が描かれることで、シャンクスの双子が本当にいるのか、種明かしがすぐそこまで迫っていると言えます。ということで今回はシャンクス双子説について徹底考察したいと思います。なお、ワンピース第1095話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。主人公モンキー D ルフィの憧れの存在として最序盤から登場しながら未だに謎の多い四皇赤髪のシャンクス。彼にまつわる最も有名な都市伝説はシャンクス複数人説です。その根拠は頂上戦争でシャンクスがありえない速度で移動していること、パンギア城でシャンクスが五老星と謁見していること、この二つです。ではそれぞれ見ていきましょう。まず一つ目の頂上戦争でシャンクスがありえない速度で動いていることについて。赤髪海賊団だ。四皇海道との小競り合いはつい昨日のこと。その当人がもうここに。第580話で頂上戦争を終わらせるべくマリンフォードに現れたシャンクスですが、海兵の驚きようから見て海盗と小競り合いを繰り広げた場所からマリンフォードへは1日でたどり着けるものではないことが伺えます。この描写がシャンクスが2人いるのではないかという説のそもそもの発端です。次に2つ目のパンギア城でシャンクスが五老星と謁見していることについて。今はレベリー、立場上君は政治に関わるべきではないぞ。君だから時間を取った。第907話で描かれたシャンクスと世界最高権力者五老星との面会。多くの読者の間でシャンクスが五老星に会っていたことや、ここで描かれたシャンクスにトレードマークの3本の傷がないことからシャンクスは2人いるんじゃないかという考えが広がっていきました。以上2つの根拠によりシャンクスが2人いる、シャンクスにはクローンがいるなどの噂がかなり広まっていましたが、その噂が現実味を帯びてきたのが第1083話から第1086話にかけて明かされた世界政府の真実。第1083話ではドラゴンの思い浮かべた神の騎士団のメンバーの中心になんとシャンクスにそっくりなシルエットの人物が描かれています。そしていよいよシャンクスと関係がありそうな天竜人フィガーランド・ガーリング星が登場。ガーリング星は第1086話で説明された通り神の騎士団の最高司令官です。外観は他の天竜人や五老星とは違い、黒いコードのようなものを身にまとい、明らかに強者の風格を醸し出しています。一方で服装はというと他の天竜人と同じように丸い2つのバッジを身につけていたり、同じ天竜人であるドンキホーテミョスガルド星を裁くことができていることからもガーリング星も間違いなく天竜人の一人。またミョスガルド星を処刑したガーリング星に対しては他の一般的な天竜人たちは歓声を上げていました。この王者という肩書きとこの天竜人たちの歓声をもらえるという立場と合わせて考えるとガーリング星は天竜人の中でも英雄的なポジションの人物ではないかと考えることができます。そんなフィガーランド・ガーリング星のフィガーランドという星はシャンクスの名字だと言われていますよね。あの娘がフィガーランド家の血筋でもか。劇場版フィルムレッドにてシャンクスの娘であると暴露されたウタに対し五老星イーザン・バロン・ヴィーナス・ジュロ星がですね次のように発言していたことからもシャンクスはフィガーランド家の人物であり、今回登場したガーリング星と血縁関係にあるということがほぼ確定。またガーリング星の覇王色の有無に関して言及した覇王色の遺伝という観点からシャンクスの協力で特殊性さえ感じさせる覇王色もフィガーランド家の血が大きく関係していると思われます。また劇場版フィルムレッドの入場者特典第40億巻で明かされた設定によると、シャンクスはゴッドバレにてロジャーに拾われています。よってこれらの状況からガーリング星とシャンクスはですね同じフィガーランド家ということもあり、高い確率で親子関係にあると思います。これらの点からガーリング星がゴッドバレに来ていて、そこで何らかの事情で息子のシャンクスが宝箱に入れられロジャー海賊団に拾われた、このような筋書きが想像でき、またフィガーランド家が天竜人でも神の騎士団を率いるというですね重要な家系にあることから、捨てられたシャンクスの他に跡取りがいて、それが兄弟か双子ではないか、このような説へと変化していったんです。第1095話でついに38年前ゴッドバレの過去が語られ始めたんですが、そこにいたのはやはり若き日のフィガーランド・ガーリング星。そしてわずかながらシャンクスの過去に繋がりそうな情報も出てきたので、そのあたりを整理します。まず一つ目に若かりし頃のガーリング星の顔がシャンクスに似ていること。ガーリング星の顔はシャンクスに少し賛辞を待ったようないわゆる小田先生風のイケメン顔で、それだけでなくキリッとした目や特徴的な鼻の形などいくつかのパーツもシャンクスとそっくりです。ここまで似ているとやはりシャンクスもガーリング星と血の繋がったフィガーランド一族というのに納得感が増します。2つ目にガーリング星がゴッドバレーの先住民一掃大会に参加していくこと。ガーリング星はゴッドバレーの王様を切り殺しマイナス1万点からのスタートにもかかわらず王者と呼ばれているということは点数をダントツで稼いだ可能性が高く、つまりガーリング星はゴッドバレーで最も人を殺した天竜人ということ。ラプテルから帰ったロジャーに赤太郎は何やら質問をしてその後泣いていた。第968話、ラプテルから帰ってきたロジャーに質問したシャンクスが泣き崩れていましたが、もしシャンクス
スがこの時肉親と思われるガーリング星、聞いてはフィガーランド家の大虐殺を聞いたとすれば劇場に駆られるのは当然です。となるとですね、シャンクスは自らの出自については把握しているということ、そして3つ目がゴッドバレーがウエストブルー確定なことです。シャンクスはビブルカード公式データで出身はウエストブルーとされており、ゴッドバレーもウエストブルーということで今回確定しました。世界中の海を回ったが肌に染みた水から作った酒を超えるものはない、俺の故郷の酒だ、飲んでくれ。そして434話でシャンクスが言っていたウエストブルーの水が肌に染みているという表現も合わせると、シャンクスはゴッドバレーでロジャーたちに拾われ、その後ゴッドバレーが消滅した後もしばらくウエストブルーで育ったことになります。もしかするとロジャー海賊団がしばらくゴッドバレー事件の影響や被害からウエストブルーに滞在していたか、あるいはガープにとってのダダンのようにロジャーの信頼できるウエストブルーの人物に一時期ですねシャンクスを預けていた可能性もあります。以上ここまで見てきた通り、わっかりしころのガーリング星の顔がシャンクスに似ている。ガーリング星がゴッドバレーの先住民一掃大会に参加、ゴッドバレーがウエストブルー確定。以上3点より、事情はわかりませんがシャンクスはフィガーランドガーリング星自らの手で宝箱に入れられ構築された捨て子である可能性が非常に高くなったと言えます。もちろんシャンクスがガーリング星に捨てられたからといってシャンクスが双子だとは言い切れません。しかしシャンクスが捨て子なら双子の可能性が爆発的に高まる。その答えは史実にも実例が見られる双子は忌み子であるという考え方がモチーフになっているからです。というのも日本でも非常に有名な武将の一人である徳川家康には秀康という子供がいたんですが、なんと秀康は3歳まで家康に存在すら認知されず名前すら付けられていなかった子供、そしてその理由が秀康が双子として生まれたからという理由でした。そしてこの双子は今しき子供であるという考え方は日本だけではなくなぜか世界中でも見られ、創作物でも双子イコール忌み子という構図はたびたび採用されています。代表的で皆さんもご存知の作品といえばもちろん鬼滅の刃。鬼殺隊の始まりの剣士である次国より一は双子であったために次国家で忌み子として疎まれ、父親にすぐに殺されそうになったものの母明野の猛反対に父が根負けし、10歳になったら寺に出すという条件で生きることを許されるというですね過酷な運命を背負っています。また古い創作物でいうと日本書紀に登場する伝説上の人物大和武尊の命は慶光天皇の命令で兄である大臼の命を殺したことは有名ですが、実は大和武尊と大臼は双子であり、ここに双子イコール命の起源があるともされています。つまり日本で特に上流階級においては双子は様々な要因から忌むべきものであり、むしろ古い価値観で言うと双子の片割れを殺す方が家系の繁栄のためになると思われているんです。ここにシャンクスに双子がいる仮説を当てはめると、もう一人の兄弟の方が正当なフィガーランド家の当主となり、現在の神の騎士団の団長であるフィガーランド・ガーリング星の正当な後継者であると推測できます。ではなぜシャンクスの方を忌むべき子供としてゴッドバレーの地に捨てたのか、2つの可能性が考えられます。まず1つ目はロックス海賊団との戦いでシャンクスを捨てる状況に追い込まれた可能性。てめえの面見るとあの野郎から受けた傷がうずき上がる。第434話でシャンクスの顔を見た白ひげは古傷がうずくと言っていますが、これは今から考えるとですねシャンクスとよく似た顔をしたフィガーランドガーリング星である線がかなり濃厚です。白ひげが大怪我を負うような事件といえばやはりロックス海賊団とロジャーガープが戦ったゴッドバレー事件でしょうが、そうなると第1095話の続きとしてガーリング星が白ひげに大怪我を負わせる戦いが勃発するはずです。いくらガーリング星が強かったからといって海賊王ゴールディロジャーと互角の戦いをしていた若き日の白ひげを相手にして余裕の勝利とはいかないはず。激戦の末ゴッドバレにいた赤ん坊のシャンクスが海賊たちに奪われ双子の片割れなので仕方なく手放した。このような展開ならシャンクスは息子として扱われながらも価値がより高い双子の兄弟の方を優先したということになり、ガーリング星の非道な性格とも合致するように思います。次に2つ目はもともとシャンクスをゴッドバレに捨てるつもりだった可能性。第1095話で行われている先住民一掃大会は見えている限り戦艦11隻で護衛され天竜人もそれなりに来ています。しかし生後間もない後継ぎの子供を暴力の渦巻く世界政府非加盟国にわざわざ連れてくるのでしょうか。一つ考えられるのが天竜人は美女を買い上げて何十人も妻にしていることが示唆され、またシャルロス星の例から見ると用済みになればその妻を捨てているということ、その慣習にガーリング性も乗っ取っているとしたらどうでしょうか。赤ん坊の時点で覇気や潜在能力などを探って要求基準に満たなければどこかへ放逐する、もしくは殺すということを冷酷非道な性格に見えるガーリング星なら普通にやりかねません。そして神の騎士団に入れるほどの素質を持ったシャンクスの双子は息子として育てられ、要求基準に満たなかったシャンクスはゴッドバレーで捨てられたか、あるいは殺されているところを誰かに守られ宝箱で逃がされたかといった展開が考えられます。少年ジャンプのバトルものの大先輩であるドラ
ラゴンボールでも主人公の孫悟空はサイヤ人として戦闘力が低い落ちこぼれだったために比較的侵略する難易度の低い地球に送られています。その設定を一部シャンクスの出生に取り入れたとしてもですね、連載開始当時の時代背景としては何らおかしくはありません。早ければ次回第1096話、第1097話あたりでゴッドバレ事件の顛末、フィガーランドガーリング星の目的、シャンクスがなぜロジャー海賊団に拾われたか、このあたりの真相が明かされるかもしれませんが、そうなってくると天竜人の中でも残虐な一族であるフィガーランド家に生まれながら、自由を愛するロジャー海賊団に育てられたシャンクスが、どういった目標を持つのかがですね、気になるところです。そしておそらく、ラプテルから帰ったロジャーの話で、自らの主張を知り、涙したシャンクスは、世界をひっくり返すために行動しているのではないでしょうか。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさ。頂上戦争で白ひげが死に際に放ったこの発言にもある、世界をひっくり返すという言葉、ロジャーも言っていたこのフレーズは未だにその意味が分かっていませんが、天竜人やガーリング星の暴虐行為がなされた第1095話のタイトルはズバリですね、死んだ方がいい世界。そう、世界とは天竜人に人々が虐げられている世界、あるいはそのシステムを維持管理しているイム様やゴロウ星の存在そのものとも言い換えられます。まだ重要な情報がいくつも足りてないように感じますが、ここまでの考察合わせると、世界をひっくり返すはですね、天竜人と人々の支配、従属の関係性をひっくり返す、つまり人々が天竜人より上の世界になるということです。そしてシャンクスが大泣きしたのはフィガーランド一族の残虐さと暴虐行為を知ったからだと推測しましたが、自らの体を流れる血を忌まわしく思って涙を流したのだとしたら、シャンクスの目的はフィガーランド家全員の抹殺、あるいは天竜人の皆殺し。そうなるとシャンクスがワンピースを手に入れ、行く先といえば当然ですね、聖地マリー城です。そこでシャンクスと血のつながったガーリング星や双子の兄弟といったフィガーランド家の人間を殺すことで血族の罪をですね、清算したいのではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。